フレーザー、2010年、アントニア・フレーザーは、イギリスの小説家、電気作品で著名。父が、ロングフォード伯爵であるため、正式には、ミスやミセスではなく、レディ・アントニア・フレーザーと呼ぶ。1999年に、大英帝国勲章、CBE を、2011年に、同、ダビーを受賞した。ロンドン生まれ、オックスフォード大学レビ。 マーガレット・ホール高卒。イギリス史を題材にした作品を執筆しており、スコットランド上メアリで1969年度のジェームズ・テイト・ブラック記念賞を、信仰とテロリズム、1605年火薬陰謀事件で、セントルイス・リテラリー・アウォードと、クア賞、ゴールド・ダガー賞を受賞した。2001年に交換した、マリー・アントワネットは、アメリカ映画、 マリー・アントワネットの原作にもなった。一方で、歴史家、デイビッド・スターキーには、おとぎ話の語り直しに過ぎないと痛烈に批判されている。前夫は、政治家のヒュー・フレーザーで、その娘、フローラ・フレーザーも、電気作家として活動中である。10枚に、政治家、ハリエット・ハーマンがいる。二人目の夫である、劇作家、ハロルド・ピンターは、2005年に、 ノーベル文学賞を受賞し、2008年末に長期の闘病生活を経て亡くなった。2010年に夫ピンターの回想記を出版した。ありがとうございます。